ツイン21は大阪府大阪市中央区の大阪ビジネスパークにおける中核施設でパナソニックの関連会社だった MID 都市開発の運営による商業ビジネスビルである。大阪ツインタワーとも呼ばれる。1983年に着工し、1986年、竣工。ビルの高さは157メートル、地上38階。 地下1階建てで超高層ビルが双子のように並び立つ。2つのビルはパナソニックグループ関連企業が入居する OBP パナソニックタワーとパナソニック以外の企業や商業施設が入居する MID タワーである。建物の運営、管理は関連不動産開発市会社の関連プロパティーズ株式会社であり、近年は同じく同社運営による商業施設である。 松下 IMP ビルと一体的な運営、構成を行っている。現在の所有者は MCUBS ミッドシティ、投資法人である。物件の所有権は不動産信託受益化されており、信託受益権が2006年8月に MID 都市開発から MID リート投資法人に譲渡されたという経緯である。 ビルコ有の郵便番号は MID タワーが540から 61XX パナソニックタワーが540から 62XX 地上1から4階部分は2つのビルディングをつなぐアトリウムとなっておりアトリウムを囲むように飲食店が連なる商業施設となっている読売テレビが1988年に 移転してからは毎年8月に開催する24時間テレビ、愛は地球を救うの同局メイン募金会場になっていたほか、古書誌など各種イベントにも頻繁に利用されている。ビルに隣接する円形ホールは各種セミナー会場等に利用されている。企業だけでなく、外国の外交機関であるオーストラリア総領事館やフィリピン総領事館も入居している。 パナソニックタワーの1.2階にはパナソニックスクエアとパナソニックセンター大阪があったが近隣のパナソニックリビングショールームと統合されグランフロント大阪南館に移転した。ありがとうございます。